フィオラ。気持ちいいね、風。うん。忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。よっ。あれからダンバンに会ったか？うん。俺はまだ無理そうだ。強いな、お前。そんなことないよ。逆に慰められてきた。そっか。そういう人だもんな、ダンバンは。うん。モナドがなくたって、あの人は強い。シュルクか。体なんともないか？はい、僕は大丈夫です。それより俺は泣くつもりはない。え？1年前、俺は今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の渓谷での決戦ですね。あの戦いでたくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。そして勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない。そう思うことにしたのさ。ダンバンさん。シュルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あいつは俺たちを、いやお前を守りたかったんだ。そしてお前は生きている。だから俺は泣かない。はい。フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。命の使い道。顔のついた鬼神兵を追う。シュルク、あいつらがこのコロニーを焼いてフィオルンを、僕は必ず見つけ出す。見つけ出して必ず倒す、あいつらを。, 笑うとこ。悪い。おかしくってさ、まさか先に言われると思ってなかったぜ。ラインも？ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に2人の僕がいるんだ。1人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう1人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろ、ずっと怒鳴り続けてる。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得。通りで声でかいわけだ。だろ。いつ出発する？もちろん今だな。行くか。死に急ぐだよ小僧ども。この傷が癒えたら必ず追いついてみせる。そして共につかもうぜ未来を。ライン、あの黒いやつを追うのはいいけど、何か手がかりはないかな。まずはコロニー6へ行ってみねえか。コロニー6か。ここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだね。あそこは奴らの拠点があるって噂の体験の渓谷とここコロニー9の間にある。体験の渓谷から奴らが来てるってのなら、コロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜ。そうか。コロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれない。マグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだよね。ああ、膝に出ればコロニー6まではすぐだろう。そうだね。行こうか、コロニー6へ。